はい、こんにちは。ついにね、僕のスカイライン壊れました。はい、ということで何が壊れたかっていう話なんですけど、今回ね、壊れたのはですね、なんとオルタネーターでございます。エンジンを、まあ、駆動源に使って電気をね、発電するオルタネーターというものがね、壊れて、でもやっぱね、20年選手になってくるとね、やっぱりどうしてもこのスカイラインでも壊れてくるっていうことなんで、実際交換はもう終わってるんですけど、その映像をね、高木さんのところに行ってちょっと撮ってきたんで、まずそれを見てください。外すのはもう2箇所ぐらいしかないですもんね、エンジン緩める。そうね、あとはベルトのテンションを緩めるのはそこだ。前、まあ、貼った時のやつを見てもらったらいいですね。そうそうそう、ベルトのね、落ちた、やっぱ。ということでね、無事にオルタネーターの交換もね、してもらってまたちゃんと走れる状態になりました。で、あとね、オルタネーターが壊れる予兆としては、まあ、一つは電圧がちょっとドロップ現象を起こす、まあ、例えば走行中にハイビームをパッシングしたりした時に、オーディオがいきなり落ちてまたすぐ再起動するとか、まあ、そういったドロップ現象、一時的に電圧降下して電圧が元に戻って、まあ、オーディオが再起動するっていう状態になったりとか、あとはね、マイナスバッテリーのね、端子を外してエンジンかけた状態で、で、ライトつけたりエアコンつけたりしてエンジンが止まるようであれば、もうオルタネーターの発電力っていうのはかなり
弱ってる状況になってくると思うんで、自分はね今回そういう状態でエアコンつけたらもうエンジンが止まってしまうような状況まで行ってて、でこの間ちょっとね道路際で止まってしまってムササビ君に押してもらったっていうねちょっと恥ずかしいことがあったんでね、それを機にね、まあ、今回変えようって至ったんですけど、まあ、そういうことにも皆さんはねならないように、この動画見た人はちょっと今すぐね自分の車見てもらって どういう状況なのか、であと発電量がどんなもんなのかっていうのを調べて、交換を、まあ、視野に入れて今後のカーライフを楽しんでみてください。はい、ということで今回は以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。